今回は伏兵2枚以上いる相手への伏兵処理、エリア特定のちょっとした小話になります。ここで一度試合を停止して残り1枚の伏兵位置を予測していくよ。まず緑で現在味方部隊のいるクリアな範囲を確認。こちらから見て左側の中央付近は開幕直後の99から98カウントに通過したエリア、そして未確認の右側のエリアやけど、ここはほぼないと判断。根拠は核が右側奥から出てきたこと。残りの伏兵が右側やと、こっちが左側に寄った開幕配置をしてた場合、伏兵が踏まれず守る部隊がいなくなって大損害が発生する。相手の人である以上、開幕で試合が崩壊するリスクにリターンが釣り合わないことはしてこない。伏兵は移動速度が遅く踏まれないままになると、その部隊分のコストがかけた状態で戦う時間が増える。そうならないように開幕を守る配置の場合はある程度のバランスを取らざるを得ない。なので残りの伏兵は左側奥のエリアでほぼ確定するよ。伏兵を探す時の予想に根拠や理由を持つようにしとるよ。こういう読みが噛み合うと e スポーツのメンタルゲーと言われるように、心理的な余裕も生まれやすいし、逆にやられると読まれたという嫌な感じが残る。伏兵の攻防は開幕に発生するから、その試合も心理的主導権を取れると言っても過言ではないと思ってるよ。我の義憤に応えよう。落ちなさい。俺があんたを逃がしてやる。戦機解放。この局面も迎撃を取れて相手部隊が落ちた状態で戦機を使わせることができた。開幕のやり取りで精神的優位性を取れたことが試合に影響してると思うよ。流派発動。身の肩。ゾン。ゾン。俺は死なんぞ。ゾン。ゾン。先陣を整え。ボン！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 聞きなさい。手を貸せ。俺があんたを逃がしてやる。聞きなさい。あとは好きなようにやるがよいぞ。ひざまずく我が大いなる血の前に。
きなさい。ボン！ボン！先陣を整え。流派発動。二の方。ボン！ボン！聞きなさい。飢えなき国は今ここに。こんなこともあるでしょう。頼れるものなどおらん。天気解放。俺があんたを逃がしてやる。我が昇進は大変だ。ご視聴ありがとうございました。様らには獅子の一本もやらぬ。